はい、のばんです。夏も続き遊んでいきましょう。今日は8月7日目ですね。まあ、いつも通りご飯食べてラジオ体操やって、僕アンモナイトの化石を見つけたんだ。アンモナイトって何？多分貝とかタコの仲間よね。軟体動物。貝でもタコでも化石になると食べられないのが問題だな。じゃあご飯を食べましょう。急にね。今朝はみんな大好き肉じゃが&卵焼き。肉じゃがね、煮つけ的な感じじゃなかったか。あれ、今日はラジオ体操がどうこうとか言わないぞ。あれ、庭に誰かいるぞ。おや、また純子姉さん。なんか下光ってんな。何をしてるの？ふわ、僕たち家の中を覗いてなんかいないよ。バカ、そのまま白状してどうすんだよ。どうしたの？いや、今日は、うんうん、偵察に来たんだ。バカ、そのまま白状してどうすんだよ。当然、普通の偵察じゃない。じゃあ、どういう意味？夏休みの宿題で、いろんな家のことを偵察してるんだ。そうだ、客人、お前も一緒に偵察に来ないか？どこに？そうだな。ん？結局ラジオ体操じゃないの？最初の目的地はあっちの橋のところ。あの辺りが町の外れなんだ。じゃあ先に行ってるから追いかけてこいよ。来いよ。あ、ラジオ体操は？いや、ラジオ体操を、まずちゃんとやりましょう。いや、ちゃんとね、出ないとね、いけないですからね。あの二人は出てないですから。やっぱちょっと格の差を見つけないとね。うん。じゃあ、この状態で、いっか。まだそこまでしか進めてないのかよ、お前ら。はい、もう、追いついたぞ。あ、終わったのか。今日は、あれなんだよな。あ、ちょっとまず、座敷わらしでちょっと体力増やすか。今日やりたかったことはちょっといろいろあるんですけれどもね。この下だよな。下から聞こえてるよな。ん？ああ、これっぽいな。あれ？取れない？だけど、えへへって言ってたけど、どこよ？あれ？聞こえなくなった。多分、ここら辺、やばそうじゃん。けれども、どうやって。ここ、ん？え？そのまま純粋に登っていけばいいのかな？あれ？けどなんで？そもそも。おーい。ちょっと時間ないんだから。え？あともうちょっとがいけないんだけど。おい。だよ。え？まさかの？あ、そういうこと。遊んでくれてありがとう。かくれんぼしてたのね。よーし。うい、よかったよかった。なるほどね。こんなことしてる場合じゃないんだ。ちょっと花火師のとこ行っか。お、ここはこのガラス石がたまに落ちてるんだな。あ、こっちにもある。あ、ここにもあった。100円ぐらいになったような気がしたんで、
まあ、キノコより美味しいっていうことか。はい、花火師さん来ましたよ。はい。どうもうまくいかない。イメージがまとまらん。どうしたの？夢の新作花火を作って打ち上げたんだが、どうしてもうまくいかん。下手くそってこと？違う違う、断じて違う。ガキの頃から花火師を目指してきたから、どうしても視点がマニアックでゴージャスで繊細で大胆、素晴らしい。よかったね。そっか、わかったぞ。観客からの意見が欲しいのだ。時々昼間ここに来て俺に助言してくれないか。え、あと事務所の壁に貼ってあるポスターは花火大会の進行予定表なんだ。そこに進行予定のアイデアを書き込んでほしい。僕が？うん、頼りにしてるぜ。よろしく。なんで？まずは夜の打ち上げ試験か、今後行われる花火大会で俺の作品を見てほしい。夏が終わるまで花火大会は毎週土曜の夜開催。もし祭りがあったらその日の晩も打ち上げる。花火はいいぞ、夢がある。大きな冒険か。体力溜まるやつだな。言ってたのがカレンダーが、土曜日、あ、今日か。今日やるのか。京都祭りの時ね。はい。これかな？何これ？あー、順番を、あー、そういうことか。変えていった方がいいかも、みたいな感じか。なるほどね。多分夜に、多分誰かが見てるから、それの反応を見ながらいいプログラムに変えてけっていう感じかな。いや、あともう2時間しかないんだよな。で、じゃあ行けてないとこって考えた時に、ここの工場は行ったことないんだよな。工場と、あ、工場あるのか。あと煙突山か。煙突山、沈没船、よもぎ滝。ここら辺ちょっと目指そう。行ってないところは、ちょっとまずは行ってみて、なんかイベントが起きないか、ちょっと見ていきましょう。ん？こんなコンテナのとこあったっけ？なんかありそうだな。なんか一番上とかなんかありそう。あ、何もない。あ、けど、なんかあるな。黄色いダイヤか。工場がここか。ちょっと煙突山しか行けないかな。何かないかな。いてもまあ座敷わらしぐらいしかいないかな。煙突山。遊ぼう遊ぼう。あ、やっぱそうだな。はいはい。的当てかな、ここだと。あのね、あのね。ねえ、的当てしようよ。やっぱそうだ。うわー、すごいね。遊んでくれてありがとう。難易度変わらないのか。やっぱ難しいな。照準合わせるのが難しい。あれはなんだ？気になるところが、また一個増えましたね。けどなんかここら辺は何もないかな。なんか何もなさそうだ。じゃあ続けて、あの気になるあの向こうのとこ行こう。速度落とせ。ああ、そういうことがバリケードだったか。この左側に沈没船が、沈没船目指していきましょう。
あれが滝か。うわぁ、広いなこのマップ。8月31日まで全部回れるの？そもそも。あとイベントとかもあるし。あ、ここで釣りはできるんだ。お金。お、なんか先端になんか光ってるものが、わっ、なんかあれは音からっぽいぞ。こっからジャンプ。ふぅ。なんかアイテムがないとダメ？それともなんか撃ち落とす？これ関係ないか。あ、グリが落ちた。よいしょ。天狗の秘宝。冒険中に見つけた天狗がまとっていたものとされるもの。冬はいいが夏はさすがに暑そうだ。天狗の秘密を集めよう。どうしようかな。あ、こういうのが、ところどころに落ちてるんだ。時間的には、またとことこに見つかってないパターンか。あれ、まさか遠いところまで行けばとことこに見つからないっていうパターン？で、永遠に5時以降遊べるっていうパターン、もしかして。よもぎ炊き。なんかないかな。ふぅ、やっと見つけたぜ。よく見つけられんな。気分はどんな感じ？じゃあちょっといい感じ。あ、終わり。あ、今日はハンバーグですか。海で泳いだよ。水がとっても綺麗だった。怖くなかった？うん、私はトンカチだから想像がつかないな。トンカチ？泳げないってこと。豚は確かに泳げない。豚に真珠とも言うよ。真珠は海で取れるでしょ。豚もおだてりゃ木に登るってのもあったわね。もうね。そうそう、この辺の豚は木に登るのよ。信じられないかもしれないけど、子供の頃に見たんだもん、木に登る豚。でも泳げないのはトンカチじゃなくて金槌だ。じゃあご飯を食べましょう。みんな大好きハンバーグにほうれん草のごま和えをつけました。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。さて、夜の作業はまず見せてもらえることになったんだ。あ、そうだ。花火かい。夜道に気をつけていくんだよ。遠いから寄り道せず、なるべく急いでね。そうだな。けれども、まずは灯籠に火つけよう。あ、サクッと割らせるぞ。よし。すごいすごい。3万円ぐらいくれないですか。おだちん、3万円。ありえないな。また良ければこれからも灯籠つけてくれると助かるな。明かりをつけてくれたらまたお立ちを開けるからね。3回つければいいの？うん、そうだよ。わかった。3回で500円は、お？お、でもステッカーくれるんだ。3回で500円。いやー、ちょっと単価が安いんだよな。あと1週間で3万円貯めないといけないっていうことを考えると、よいしょ、単価を考えないとね。日給2000円以上稼がないと。お、上がってる上がってる。あー、もう上がっちゃってるよ。
待ってくれ。待って。情報渡せねえぞ。今は打ち上げの真っ最中。すぐ終わるから、その後話しかけてくれ。あ、そういうこと？なんか誰かいないかな？あ、もう終わった？あ、終わりましたよね。今夜も打ち上げ試験中。7時の会は終わったけど、あと8時と9時の2回が残ってるから期待してくれよな。あー、そういうこと？マジか。それで見ないといけないんだ、ちゃんと。いやー、討論ちょっと時間かけちゃったな。お？この人大丈夫？これ。花火、こっち側に、え？ちょっと見やすいポジションがわかりません。ああ。はいはい。赤いダイヤも手に入るんだ。見ましたよ。まだまだ花火の打ち上げ試験をやってるよ。7時と8時は終わったけど、まだ9時。どういうこと？なんか変えれば、内容変わるのかな？あ、花火大会、来週じゃん。まず新作花火を、どういうこと？わび少なめ、サビ多め、通常。あ、まあ、はじめは、新作花火通常。で、乱れ。はあ、はあははあ、で、ナイアガラ。まあ、流れ的にはナイアガラが4番目っすよね。で、最後に、ああ、そういうことか。じゃあ宇宙探索はまあ、ちょっとわびでやってみよう。乱れ？乱れがこれか。なんかもっとなんかでかいやつないの？まあちょっとカラフルボタンでいっか。カラフルボタンのサビ多め。ここでどうだろう。なんか変わるんですかね。でも一番なんか見やすい場所を教えてほしいんだけど。そもそも。ここら辺で見ればいいのかな。なんか変わるのかな、内容。さっきのはなんか至って普通の花火を永遠に上げてたような気がするんだけど。めっちゃ退屈そう。お、終わった。なんかずーっと同じ花火打ってないか、これ。宇宙がどうこうみたいな設定したけど、あれは来週だけの、あれかな？いや、マジで至って普通のやつしか打ってないじゃん。
を見て何をしろっていうの？今夜の打ち上げ試験はこれにて終了。ご苦労さん。ああ、楽しかったぜ。うんうん。俺の新作花火1はどうにもこうにも改良中。昼間ここに来て俺に感想を聞かせてくれ。楽しみにしてるぜ。そういうことか。一回見て新作1をどうにかしろみたいな感じで言えるんだ。やばいな、時間がやばいな。3回は見なくてよかったんじゃん。急げ急げ。で、ここで2機書けばいいから。どうしよっかな。みんなとラッパ森を探検した。しっかり偵察できたかな？できてねえだろうな。握手？手伝ってほしいと言われたよ。ああ、花火屋さんね。じゃあ明日は花火屋さんのとこ行かないといけないのか。で、花火大会、よく考えた。大きな花火や小さな花火、変わり種まで用意した。うん、うん、うん。来週っすかね、花火大会ね。で、参道の明かりを何度もつけたんだ。初めは大変だったけど、頼まれたことだから頑張った。うん。いいこと。あ、太陽にしてしまった。で、花火大会を近くで見たよ。うん。今日は花火ばっかりだな。よし、これで8日目ですかね。なんだ？マグロ？それ、うん、わからない。じゃあご飯を食べましょう。聞いてくれないの？マグロをニンニク辛味噌で和えました。ではいただきます。この大人たちしょうもねえな。隠れ蓑を見つけたんだ。じゃあご飯を食べましょう。悲しい。なんか大人が嫌になってきたな。子供の話を聞かない大人。嫌な大人だ。さて、ラジオ体操やって。はい。カードは忘れずにも。はい。じゃあ、まずは、そういえば、釣った魚を晩ご飯にとか言ってたのか。ここにマサバはあるんだよな。京子さんに言えばいいのかな？マサバの晩ご飯にしてくれって言ったら。全部を集めないといけないのか、とても一種類ずつなのかがわからないんだよな。マサバあるんだよな。おい、晩ご飯。晩ご飯。なんだよ、晩ご飯の話させてくれよ。ちょっと立たないといけないのかな。じゃあもう、一旦花火屋のとこ行っか。って言っても花火屋の人もいないな。困ったぞ。いや、灯籠へ。灯籠やる時間があるんだったらあれなんだよな。キノコとか探した方が、効率はいいと思うんだよな。ん？どうした？あんなに毎日毎日柵が壊されていたのに、なぜか壊されなくなった。こういうイベントもあるんだ。僕は犯人を教えようかと思ったけどやめた。子供には子供の正義感があるのだ。ずいぶんたくさん逃げちゃったな。そうだ、町中にいる豚さんたちをここに連れてきてくれないか。僕はその仕事を引き受けることにした。いやけど柵が低いから結局逃げちゃうんでしょ。豚さんたちはグリデッポを当てたら気絶するから、かわいそう。そうやってここに連れてくるんだ。かわいそうだから、そーっとそーっと当てるんだよ。もう当てるだけでもかわいそうだよ。
こうして僕はトンズラした豚を集めることになった。おまけとして僕が自由に使える柵のスペースをもらった。どういうこと？手前の小さな柵が僕の場所だ。え、なおさら逃げんじゃん。ここに見つけてきた豚を入れて育てることができる。おお、豚を育てよう。吠えた豚は神社の裏にある豚の柵を調べることで柵の中に放すことができます。神社さんの豚は赤い首輪をつけています。首輪をつけた子豚を探しましょう。はい、どんどんイベントが増えてくるなぁ。京子さんはそろそろ移動した。坊ちゃん来ただけじゃん。晩ご飯人間だよ。時間があるのかよ。さてさて、どうやってもただの大きなボタン花火になっちまうな。新作花火のこと？そうだ、新作花火を見たよ。なんだかとても綺麗だった。とにかく普通の大きなボタン花火になってしまうことが問題なんだ。じゃあ、もっとドーンと高いとこまで上がるようにするのはどうだろう。ドーンと？そう、ドーンと。よし、わかった。とにかくやってみよう。花火はいいぞ、夢が。お、事務所の壁のポスターに花火大会の進行予定を書く。あと打ち上げ試験か土曜日の花火大会を見てくれ。そして昼間感想を言いに来てほしい。悩むなあ。いや、最終的に新作花火を最後に持っていった方がいいっていうことか。まあ、じゃあカラフル普通、最後に新作をサビ多めにすればいいのか。え、これ毎日やってんの？打ち上げ試験か土曜日の花火大会を見てくれ。打ち上げ試験も土曜日だよな。まあ一応今日の夜もちょっと見てみよう。西の方に行きたいな。こっちの隣町に行きたいんだけれども、こっから行ける？トンネルに入るのはやめておこう。そう、やっぱそういうことか。さーて、隣町に来たんですけど、あ、車が走ってる？あとは千春さんところに挨拶しに行って、あ、中入れんだ。こんにちは、案内係のボランティア、桃山千春です。あれ、どこかで会ったことあったっけ？あるよ。やっぱりそうよね、見覚えがあるもん。ああ、もしこの塔の歴史に興味があったら。時々遊びにおいで、いろいろ教えてあげるから。じゃ あもしなんか教えて、この塔の歴史に興味があったら時々遊びにおいで、いろいろ教えてあげるから。じゃあ教えてくれれば。もしこの塔の同じことしか言わない。も全然教えてくれなさそうだな。え、あとは？しょうもないやつだな。あ、ここは新聞社なんだけど、勝手に入っちゃダメだよ。いつ入ってきたんだよ。さっき来たよ。全然気づかなかった。おいおい。この名前は田畑修斗。秀人と書いて修斗と読む。しかしてその実態は、何を隠そう、隣町新聞の号外専門記者なのだ。号外ってなに？大きな事件があった時だけ作られる新聞のことさ。つまり俺は大事な仕事を任されてるってこと。ヒデトなの？シュートなの？ヒデトは親がつけた名前。シュートは俺の生き様だ。あー、そういうことね。はい、よし、特別にここに入ることを許可しよう。何か面白いニュースとか頼み事があったらいつでも来てもいいぞ。あ、図鑑なんか溜まってる？残念ながら図鑑の発
こには数が足りない。入らしてくれない。さてさて、まだ2時だな。こっちの奥まで行けるのかな。ちょっと行ってみるか。まあ多分ここら辺にしかいない虫とかがいると思うんで、あ、やっぱそうだな、いるな。よし、捕まえた。ワクワク。まあけどやっぱこう登れる形になってるな。何かありそうだぞこれ。けどこっち側か。まず行かない。お、しっかりしたなんか階段になってるけど、さーて何かあるかな。あ、ペットボトルしかなかった。ん、なんか結構変わったところに来たけど、なんか石碑がいろいろあるな。けど何もなさそう。いや、ほんとなんもない。いや、もしかしたら来なくていいところかもしれない。来てよかったところかもしれない。そこにはレンガ作りの橋と何かを細工したボタ山が残されていて、いつ倒れてもおかしくない壊れたコンビニのようなものか、生い茂る草や苔の間に辛抱強く立っていた。おう。急になんか音楽も変わって、何をするとこだ？あ、虫。ここで63種類目。あれ、なんだろう。虫。よーし。大雲ヘリカメムシ。ここら辺にも新しい虫がいるんだな。どうやって行くんだろう、これ。結構、ちょっと朝早めに来ないと、なんかうまくいかなそうだな。お、黒いダイヤ。ついに？お？まさかの？あ、あとレインボーダイヤを手に入れれば終わりだ。まさかこういうところから、あ、なんか光ってる。黄色いダイヤか。どうやって行くんだこれ。あ、ダイヤが、あ、ここら辺あったあった。よし、まあまたどっかタイミングで来るか。お、宇田さんいるじゃん、ほら。野生の豚さん。野生の子豚を自分の柵に持っていくと子豚を飼うことができます。柵の中の豚を調べるとグリーをあげられます。大きくなると神社さんが豚を引き取って、おこ、お小遣いくれるんだ。じゃあもう豚さんばっかり見つければいいってことか。まあまたどうせ500円ぐらいしかくれないんだろうな。しかもこれトイレ帰れる。ここでマーキングされたかな。あ、晩ご飯。晩ご飯が
ができましたよ。そういうこと。なんでとこどこいるんだよ。公園で演奏会があったんだ。楽しかったね。私も何か楽器ができればよかったな。ラッキーさんは足でオカリナが吹けるって言ってたよ。さすがはピエロ、クラウンだぼ。でもラッキーさん来ないな。もしこのまま来なかったら。その時は奴を待たずに公演を始めるぼ。じゃあピエロは誰がやるの？え、俺？はい、いただきましょう。ご飯を食べましょう。今夜はズバリ麻婆豆腐と餃子です。では皆さん、いただきます。ボーちゃんいつも美味しそうに食べるんだよな。ごちそうさまでした。僕、遺跡みたいなところへ行ったんだ。ボタ山があるところかな。何それ、美味しそう。食べられるの？ボタ山は掘り返した土が積んであるところです。美味しそうだけど食べられません。僕、あそこに行ったらなんだか悲しい気持ちになったんだ。そうなんだ。あそこは40年前まで銅を掘ってた鉱山の跡なの。でも、なんで悲しい気持ちになったんだろう。わかんない。さて、あ、やっぱりここマークつきましたね。よかったよかった。今日は夜どこまで行けるかのチェックなんですけど、もうこの先行けないのかな。どこまで行けんだ。あー、やっぱこの明かりがついてるところまでっていうことかな。博物館の方まで行ける？ちょっと行動範囲を知っとかないとあれっすもんね。あ、あ、豚さんいた。豚さん、いすぎじゃないか？じゃあ、ここで豚さんを入れる。野生の豚を2頭、僕の飼育場を入れた。忍者さんが飼っていた豚さんを一頭大きな飼育場へ戻した。オッケーオッケー。え？これで、豚さんに名前を付けてあげようと。肉18、やっぱなし。肉。肉。ブリをあげよう。あ、そんなにいっぱいあげれんの？梅。食べ物ばっかり。5個。よし。10個とかあげたら早めに成長したりするのかな。おお。やったね。ニジマス。どうしよっかな。魚は迷惑だよな、こんなの。もう釣りしなくていいっていう。あ、で、ここが端っこ。ああ、やっぱり、ここら辺なんだ、行ける場所は。なるほどね。え、毎日花火売ってんのかな？じゃあまたちょっと 見に行くしかないか。で、今が8時前。また見てあげないといけないんだけれども。
まあ、見れば見るほど新作になっていくっていうことか。で、その合間に、このガラス石とかを手に入れながら、あとは、ここら辺だったよな。キノコは取っていくんすけど、グリの木を、また、ちょっと蹴って、ちょっとグリをいっぱい手に入れないと、豚さんが育たないですからね。あれ、ここら辺だっけ？よし、どんな問題？ワクワク。あ、テントウムシ捕まえた。あれ？ここら辺じゃなかったっけ？あ、これだこれだ。いてててててて。ここら辺で見ればいいのかな？なんか高く上がってるけど、なんか散らかりすぎっすね。まあ一応あれで、さっき見た判定なってくれてたらいいんですけど、なってなかったら嫌なので、またちょっと9時に見るか。あれ？そこまでグリ落ちてこない。数日間放置しないと、ダメパターンかな。二三個しか落ちてこない。あららららららら。ら毎日見て、毎日会話しに来ないといけないのか。うわー、退屈、退屈。よいしょ。でここはなんか夜になると、すごい涼しそうっすね。風があって。散らかりすぎてわかんないな。どこを見ればいいかがわかんない。これ。ダメだダメだこんなの。もっとこう、まとまった感じで、あ、これはいいな。けれども、やっぱちょっと、散らかりすぎよ。全部見れない見れない。もっと集中的に、バンバカ打ってくれれば一番いいんだけどな。これダメだ、これ。新作2ダメです。ちょっと次回も、ちょっといろいろ探検していきましょう。よし、じゃあ今日は終わりましょう。日曜日の公演で演奏、あ、日曜日だけなんだ。おかげの下にいろんな人が集まってた。なんだこれ。高く上がる花火を作ればいいかもね。花火が一番いいと思ったよ。ほう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 。いや、散らかりすぎよ。ダメ。え？不思議なおじさん、旅の3。ああ。宿の人ね。で、古い塔へ行った。見上げるほど高い竹時計台。展示室のところかな？あ、やっぱそうか。ジャルジャにあったんだと。案内係なんだって。隣町の隣町新聞社。記者の名前は、ヒデトだよ。ああ、ここは悲しくなったやつね。で、豚さんを、あ、目がバツになってるし、大人に怒られるかな？怒られるよ、こんなの。
ダメダメ。で、豚さんを戻したよと。みんなで仲良く暮らしましょう。ちょっと、けど顔がなんかちょっと悲しそうだな。じゃあ悲しそうにしよう。はい。というところで今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。